グッ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 グ津久の地元山口だよ。はい。ね。初めてかな一緒に釣るの。初めてです。初めてだ。ボートは一回あるよね。フラットやったよね、あとはちょっと。いや、あの時俺いなかったんだ。いなかったです。じゃあ本当に初めてなんだ。初めてです。いやーもう付き合い長いのに。今日やった初めてです。今日やった初めてね。はい、今日はね、まあ僕からリクエストなんだけど、津久にはもうガチロックの生地型。はい。うん。ガチ生地型でやってほしいのはね。はい、わかりました。で、僕はあの小さい方を釣りたいんで、はい、ミドゲスピディングで、はい、P08 で、これ P は？ P は 1.5 です。あ、1.5 ぐらいね。でもこれどういうリグかな？あ、例のスン君の一番リフ的、もう超お気に入りだね。はい、これでガチロックやってもらって、はい、僕はキジハタだけが釣りたいわけじゃなくて、カサゴでもメバルでもマダイでも、はい、まあ、できればキジハタもということで、はい、ちょっとね、初めての二人の釣りを、はい、ね、念願のです。うん、言っとくけど、ダラーっと釣るからね。わかりました。で、ビシッと本気で釣ってね。頑張ります。はい、ということで今晩頑張ります、はい。お願いします。さてさて、まあ僕はこの堤防先端周りでね、これはミドゲー用のプロトなんだけど、 7.7 フィートの比較的もうメバルロットに近いちょっと強めのメバルロットクラスの 7.7 フィートで、2500番のリールに PE がね、ちょっと強めの 0.85 リーダー3号入れてます。これでまあアジ、メバル、カサゴ、マダイ、キジハタ、マゴチくらい、ヒラメだとごめんなさいくらいの感じかな。で、狙っていきますね。で、最近の僕の必須アイテムは、これ。わかる人はわかる。これ。わからない人はなんだそれって感じだよね。これが超お気に入りで、もうジジイだからさ。正直言っちゃうと。これがないとね、もう、いい釣りできないんだよ、これ。これなんだこれ、蛇腹でカクッとロックすると自分の好きなとこでロック止めると、はい、どう腰痛持ち、足が僕はもう怪我しちゃって古くすぎたもんで、ほらね、これであまりうろうろしなくていい先端周りで、ミドゲータックルで回遊、まあいるやつを釣るのも一つなんだけど、まあ潮に乗ってこう回ってくるようなマダイなんかをね狙うために、ちょっと先端周りのが少し有利かなということでね、こんな状態で始めます。はい、タックルボックスはこんだけちっちゃいの。もうね、ミドゲーだし、うん、あんまりアルコール持ってきてなくて、ヘッドランプ、グローブ、基本的なリグは、はい、ミドゲーなんで、これだけ。あと、ちょっと暗くなる前に、ナットジグ放り込んでやろうかな、と。うん。で、ミドゲーのワームはテールマッカートニーの S で、MD ヘッド、まああの水流、水深、流れに合わせて、まあ、とりあえず真ん中の7グラムからね、5、7、10、
特別潮が飛んでれば14グラムまでね MD ヘッドあるので重宝してます。はい、まあミドルゲームの基本リグですね、ジグヘッドで。今日、まあ、今夕方で6時半ぐらいなんだけど、今ね満潮の潮止まりからちょっと潮が下げかかってるんだけど、ここ堤防の先端で深いので、ナッツジグの緑ゾーンの16グラム、はい、地形ボトム把握も兼ねてこれでチェックしてみましょう。よし、堤防来た時はね投げる前に改めて上後ろ電線やなんかないかチェック。さあちょっとね風が強いだけは今のところね、あんまりなんかジグがボトムにゴツゴツ当たらないな、砂地かな。実はここでミドルゲームやるの初めてなんで、ボトムがよく分かってないって、だから釣れるか釣れないか分かんないよおでこ食らうかもしれない今とりあえず地形把握というかね、ボトムのアンジュレーションなりマテリアルなんかのチェックです。浅いしあんまり何もゴツゴツ当たんない、底が。もっと深い印象でいたけど、ゆっくり引っ張ってみようか。こう竿先でさびくとボトムのマテリアルが何か分かりやすいよね。リーディングよりもさびいた方が、岩ないよこれ、全く砂地なんだここ。はあ、これちょっとキジハタの望み薄いな。これキジハタ狙うんだとちょっとポイントを移動しないと無理かもね。これはああ全然何にもないや。こういうねチェックをね、初めて行った場所ではねボトムの釣りをするときは僕は必ずやるんです。藻があるなとか岩があるなとか、あ全部砂地だなとか、こう竿でさびくとねキャストした距離分ね全部。あここで何か引っかかる、これ今引っかかって全然さびけない。角度からしてこの堤防の基礎石に当たってるけどね、でもあんまりゴロゴロしないんだろう。ああ基礎石だ、間違いない。やっとゴツゴツ当たりだした。この角度でライン角度で基礎石がどの辺まで張り出してるか、これで把握できたから、まあキジハタカサゴを釣るならばこの辺この幅の間を慎重に探るってことだよね。で沖の砂地のところは、まあ、来てもまだいいかな。まあ砂地だからっつってもね、あの餌がいていい時間になったら、あの餌を探してキジハタもねカサゴもメバルもね案外砂底でもね回遊してくることがあるの。常時いないんだけど回遊してくるっていうイメージね。おこの敷石にはね桃生えてる、今桃に引っかかってぐるぐるぐるっていう感じがある。さてだいぶね暗くなってきて、うん、そろそろいけるんじゃないかなということで再開しますけど、はい、今度はちゃんと食わせにかかるためにジグヘッドワームね、これでいってみます。ロットは、はい、ミドゲーロット77カレントサーチなんだけど、結構難航しててもう2年以上3年ぐらいあれこれ苦しんでるんですけど、まあなんとか来年の2025年の、のっこみシーズン、うん、まあ今の時期ねには間に合うように仕上げようかなと思ってるロットですけど、まあ難航してると言ってもね、なかなかうちのテスターさんたちがかなり贅沢なので
もっとあしろこうしろって僕的にはまあまあ合格なんだけど、うん、まあ地元アングラーのね切なる要望は聞かないと本当にいい竿できてこないので、ということでこのプロトロットでワームリグで、最初にチェックしたポイントと少しだけ移動して、まあ、風向きであるとか、あとね堤防の中途ぐらいの方がね深いんだよ、水深が。先端よりこっち側こうブレークがあるみたいなんで、そこから始めましょう。敷石の幅はほぼ同じぐらいで、沖合のボトムはやっぱり砂、まあどっちにしてもこっちの方が少しなんだろうな、ロケーションの状態はいいような気がするので、ここからやってみます。で風がねこの角度だね今失敗。キャップをかぶり直そうかな、持ってきてるから。まあまだ大丈夫なんだけど、ナイトのミドルゲームは比較的スローな釣りです。うちのあのミドルゲームの伝道師の橋本裕介がね、あの一昨年ぐらいから動画でやってみせてますけど、こうボトムからリフトしてちょっと待ってカーブフォールさせるなり、リフトからこうウエイトを感じながら支配しながら下ろしていく、まあいわゆるカーブフォールも交えたリフト&フォールですね。ボトムからスーッと持ち上げてはまた落としていく。でその時に流れがあるのがベスト。流れがあると持ち上げてウエイトをギリ感じながら下ろす際にこうボトムでドリフトしてくれるよね、ワームが。で魚が食いたくなるようなアクションがそこでやれるというのがミドルゲームのナイトの基本的なやり方です。今結んでるのはマグバイトさんのね MD ヘッドなので、こうワインドもしてくれるんだよね。結構ワインドでカーブフォールでもいいけど、あのマダイがねワインドをそんなに好きな魚じゃないようなので、リフトからゆっくり吊り下げたままドリフトさせるか、潮が行く時には少しこう追従してロッドを下ろしながらボトムドリフトさせる。今流れてないんでね、流れてないのでリフトしたらちょっと吊り下げたまま待っておく方が正解。お、当たった。お、なんだこれいきなり食った方がいい。あ、これはキジハタだ。これグン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 グ気持ちいいな。おい、これキジハタだろ。30センチ歩かないかぐらいの感じかな。待てよ、いきなり食ったよ。一投目だよこれ。地合いがまあボツボツ食う時間帯じゃないっつったら、よいしょ、はい。あのね、口の中にいびれなくてもね、こことここを持ったら持てるからで、わかる。これこうやって30センチちょいぐらいかなっつったじゃん。ほら34うりいいじゃん。1匹目さっさきいいよ。スケットありがとう。全然抜けるサイズだね。大事にいきましょう。まあ、大事にね、はい、うん、まあ、リーダーもそんなに太くないんでちょっと細めなんで。そうそうそう、はあ、嬉しい。いいですね。こうオープニングにはいいサイズだよね。ここであとだんだん大きいのが連れてって最後に50とか出てくれたらもう最高のストーリーなんだけど、いや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 、ありがとう。この外し方がある、ほらみんなも覚えといてね。よし、サンキューサンキュー。はい、じゃあリリ、あ、行かしとこうか。行かしときましょう。はい、今日はねツン君が
つんくの趣味で、あの最後に全部リリースするんだけど、あの最後に大量にリリースするのが趣味らしいからスカリを持ってきて、うん、はい、記念すべき1匹目。いきなり釣れるってまずいんだよ、だいたい俺炭位置になりそうな気がする。あれ、そうなんですか。そんなことないね、頑張ろうね。幸先いいね、でもね、はい、次は俺も取ります。いきなり50とかで、ね、頑張って。リーダーチェック。全然大丈夫。どうよ、カメラマン厚くん。最高っすね。幸先良すぎですね。幸先良すぎるよね。持ってるだろう。コード終わったりしてね。で、ツン君にボコボコに言わされたりしてね。いやいやいや。よし、2投目、1投目だったろ。ほんまっすね。ねえ。1投目で砂地のところに落として寄せてきて、敷石がこってジグエッジに当たったなというところから、今潮流れてないからリフトしたら釣り上げてちょっと待つ感じ、カーブフォローだよね、こういう感じですよの3度目ぐらいで多分食ってるわ。もう一回あと VTR 見直してみるけど、確かリフトアンドボールの説明して3回目ぐらいの釣りした状態でこうなってきた感じだ。できすぎ。うん、よし行ってこい。これで風なかったら最高なんだけどね。もう風嫌い、好きな人いないだろうけど俺は特に嫌い。風吹くとしなびるし、雨降ると溶けるし、雪降ると固まるし。本当にもう、でもね、真夏の炎天下はね割と平気というね。ちっちゃくて今ね 7g MD の、着底してるよね。で持ち上げてカーブフォール、本当にねテクニックいらないでしょ。うん、これがちゃんとできたすれば誰だってできるでしょこれ。で着底してるよねってのこう感じたところから巻き戻してスーッとこれぐらいのスピードでリフトして、ここで吊り下げて待つだけで食ってんだよね今の一匹。食って小さい当たりだったけどね今のは。ひったくっていくようなバイトじゃないって。まあ今まだ砂地のとこなんだよ。でもね、キジハタって石回りゴロゴロしたとこにいるのは確かなんだけど、あの船でさ一つ点やとかやるとよくわかるんだけど、潮止まりで流れがなくなるとね、結構フラットボトムの砂地のとこをね回遊しだすんだよ。餌探して、砂餌探して、で潮が行き出すとそこずっと泳いでないときついから、あのストラクチャーのところで戻っちゃうんだよね、流れがないところで。でその代わりマダイが今度はうろうろしだす、潮が行き出すと。どうなんだろう。この位置に椅子に座ったままで連発すると思う、熱く。いや、するでしょ。することある。あ、そう。おお、うろうろしたくないんだよね俺。いい場所だったらそこそこ連発するよね。アコは溜まっとんじゃないか。うん、俺立ち位置3メーターの間で一晩で11本っていうのがある。実は人に聞く前にそういうのは経験あるよ。今度は完全に木曽石の上に乗っかって足元の壁際近いところを今こう、昔延沢でねこの釣りよくやってた。あの延沢でキジハタを僕なんか4、50年前から釣ってんだけど、その釣り方がルアーロッドでそのままできるの。これ今底をついた状態でね、ちょっとやってみるね。
この状態から延べ棒で生地当たするのはこう持ち上げて2歩ぐらい出て下ろすので、まあ 0.55 とか15ナス大盛りぐらいでやるんだけど、こっからまたこう持ち上げて2歩ぐらい下ろいて、でこの間にカーブフォールするわけじゃん。これをエビ餌とかね、虫餌で昔やってたんだよね。でルアーでも全然この釣り方ありだからね。こうやってこれで堤防をずっと行ったり来たり行ったり来たりすると、その壁際沿いに、あっ、出した。いやー今の悔しいな。元延べ竿師としては非常に今のショックだよ。あんな当たりを逃すかよ。あれを釣ってたらさ、説得力がねガーンと増すわけなんだけど、だから今本当に際にまでこの壁が降りて敷石がこうある、この上に乗っかってるのがほぼ確定的だね今のバイトで。でも釣った一匹はここのショルダーのとこだと思う、食ったのがね。これが延べ竿でキジハタを過去散々丸10年ぐらいかな、キジハタばっかりやってた時代があって、その当時はキジハタがねルアーで釣れるっていうイメージはあんまりなかったから餌釣りばっかりやってたんだけど、あー大チャンス逃がしちゃったんだな、さっきの。いやープロならあれをかけなきゃ。最近僕はね、あの辺がねぬるいんだよ。あのなんだろうな、必死になってないんだよな。いけないんだけどね、ちゃんとやらないといけないんだけどさ、しょうがないね。のんびりやるのが好きすぎて。まあいきなり一匹釣ったから許してちょうだいって感じだよね。当たんない。さあのんびりやろうか。ちょっと状況が結構悪いみたいですね、これ。アフターに入っちゃったんですね、多分。アフターか産卵中。禁止に入ってきたんですけどね、ちょっと当たらんっていうか、カサゴちゃん、ホワイトが食ったよ。あ、ここです。よいしょ、よいしょ。とりあえず1本目です。若魚グリーンの 4.8 インチ、綺麗な個体です。なんかやってるじゃん。はい、やりました。出たじゃん。あ、同じくらい。あ、さっき俺が逃がしたやつだよこれ。なこと言うなって。あ、でも本当同じくらいのサイズだね。同じくらいのサイズ。20でしょ。30は超えてる。ここ35ぐらい。ああ。5は超えてる。6。46負けた。こんなとこで争うなって。あ、よかったよかった。よかった。リグはビフテキの 14g にスワシャの 4.8 のボカウオグリーン。あ、でかい方がいいのかもね、ワームね。俺はちっちゃい方使ってるからね。ちっちゃい方ですか。マカトネのエスを。あ、ずっと。ちょっと俺さっきまでちっちゃい方がいいかなとか思いですけど。敷石ぎはそうですね、もうほぼ足元ですね。ああ、やっぱり足元かちょっと 2,3 メートル離れたところで。ああ、俺ここで2匹目のバイト、はい、あの延べ竿の釣り方説明してて、はい、合わせが遅れてすっぽ抜けた。あ、マジですか。やっぱりちょうど同じぐらいのポジション、足元壁際から2メーター3メーターちょっと向こうで、ちょっと落ちたですもんね、下に。うん、
ちょっとでもバイト少ないね今日。少ないです。ショートバイトが多い。当たってもカサゴかよっていうのはあれ木じゃさか。ひょっとしたらすぐ話すんですよ。すぐ話すね。まあ地合いが来たらもう少し良くなるかもしれないけど、あの不思議なことにカサゴが全く当たってこない。一番ユーマ詰めで一匹釣った。ちょっとびっくりだよ。まあなんとかギリギリ頑張りましょう。撮れてるよね映像。撮れてます。いやよかったよかった。iPhone で。OK。多分今の時期で、まあ、産卵に入っとる個体、終わっとる個体と両方ってオスが離れとんではないかなと。ここで言うと沖に逃げるかな。沖に逃げるのか捕食しやすいシャロタイ。よそんな大きくねえけど、そんな大きくねえけど、よいしょ、小型のアコウ、アコウでーす。元気。山口県の瀬戸内アコウ、元気なうちに生かしときましょうね。ちょっとまた連チャンしそうなんで、もう一回通してみます。で、敷石の上に来たらアピールを大きくしてみようかな。ちょっと大きめにリフトで、また食った。まあそんな大きくないですけど、足元にもしっかりいますね。またアコ、アコです。元気がいい。ちょっと夏らしい感じになってますね。海が、魚自体もいい感じです。多分今 14g とこの若魚グリーンがハマってますね。さて、またちょっとね、小移動して少し奥まったところのね、少し足元がガラガラしてる感じのとこ、浅いところ攻めてみます。流れは全くなしで、ここは少し風裏はい、もう着て、まあ4メーター5メーターってとこだな。5グラムでもいいな、これ。ああ、藻だな、これは。藻だらけだ。うわ、ウィードスタック。おう、抜けた。藻の中からドンと出てこないかな、なんか。うわ、そこゴツゴツ石だらけ。ちょっと期待持てそうな気がしなくもないぞ。これだけ岩がゴロゴロして藻が入ってて魚がいなければ、よっぽど運が悪いって魚が入ってないって。まあね、釣りってタイミング次第だから、エリアの癖と日頃通ってるポイントじゃないとね、そういうの分かんないからね。まあロケーションが悪くないんで、今ここちょっとやってみようかなと思ったんだけど、どうなるかは分かんない。うわー、藻だらけ。ちょっと藻多すぎるか、こりゃ。フックに藻が絡みすぎるよ、こんな状態なんです。うわー、もうひっくり返っちゃってる。ちょっとダメかもね、ここはね。
あ、もうちょい外側狙うっていうか、物の長さそうなとこへ投げてみようか。ホンダーラだね。ズルズルのもじゃないだけまたチャンスはある。あのなんだろう、こうズルズルしたもがあるじゃない、苔みたいなのが、あれがあるとやめた方がいいって。もうだ、もう、もう、あ、これは岩に落ち込んだか。いやー、これはさすがにダメかもな。あ、こりそうですよね。うん、惜しい、もうだった。ずるっと抜けて、これはもが多すぎる。ここダメだね、これは。これいのか、なんか変な手応え、変な感じだな。どうよし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 食いました。また40センチ歩かないかぐらいだな、これは。おーしよし、おー、よく引くぞ。あのねえ、ガチンコタックルじゃないから楽しい。ランカーなくても全然なかなか強烈です。うわー、ゴンゴン叩いてる、ゴンゴン叩いてる。おお、よっしゃよっしゃよっしゃ、サイズを見よう。おし、だいぶ重たいな、さっきより。お、ほら、いいサイズじゃ。まあ俺はこれくらいあれば。はい、ネットちょうだい、左手に。おっとっとっと、よいしょよいしょよいしょ、はい、おいで、よしよいしょよしよしよし、へへー、やったー、やったように。引き目の子いたね、アコちゃん、秘密のアコちゃん。あ、これ40いったね。これはだいぶいいんじゃない。ほら、40いかんか。2のここの白いとこ、あ、39 惜しい。でもいいやね、初場所で未実績のとこで連れてくれれば、はあ、これでこのタックルで50くると相当楽しそうよね。しびれるんじゃないかな。こりゃいいぞ。へえへえ、こうどうよ、り上顎のどんずば、ほほー、よし、つんくんのスカリ持っていこう。場所変わったらいいね、あのそば。今度はこの正面から打ってみようか。お、いいサイズ。つんくんスカリ
見ました。ズンコンカメラでも撮っとこう。ほら、いいサイズ、ね、今日一番いいサイズだね。はい、よかった、よかったよかったよかった。いる場所にいたら一発だけど、なんかさっきからここやってるやつはショートバイト多い、ね、ショートバイトが多いです。ここは今場所変わったらこいつ一発だったよ。あ、本当ですか。ドッカン入れてワン、ツー、スリーくらいでドカッて。おお、いいですね。釣ってます。どういうこと、どういうこと、今釣れたの。あ、もう2頭で 2匹釣ったっす。あ、俺たちがあっち行ってる間に。はい、2頭して2匹。あ、じゃあ地合い来たんじゃん。今あの多分暗くなってからやっぱ夕間詰めの 1,2 時間食わんもんね、大体瀬戸内。地合いなんだ。今からですね、干潮前の。何匹釣った。3ん1 3匹3じゃあ一緒か。あ、違うか、俺2匹か。すぐモルクスがある。3ともす。5匹も2人で釣れれば普通は十分なんだ。そうですね、うん、ちょっとあとサイズが欲しいぐらいです。出そうなのは出そうなんですけどね。出そうな気がしてきた。出そうなのは出そうと思います。さすが。ジラクロにしようかな。ジグヘッドはね、釣りなんねえ。海藻もすごいでしょ。めちゃくちゃ寝かかりする。あの、基本的にジグヘッドのミドルゲームって、あの砂地フラットで流れのあるところでやる釣りよ、はい、ああ、そうですね。こんな敷石のとこずっと狙ってたらきついです。スタックするやな。ビフ的な問題。そうですね、うん、寝掛かりもほぼなく全然違うよね、はい、うん。いや、今ツックのスカリに俺2匹目入れに行ったらびっくりしたよ。地合いが来たんだ。今僕たちがここへ移動してくる間にツックどうやら2匹とか追加したみたいぐらいで感じで、で俺のも1匹出して、あのさっきまでショートバイトでね、なかなか食わなかったやつが全部キジアタだったみたいで、地合いになったみたいね、どうやら両方でどんどんって食ってるよ。よかった。未実績の場所でも結構いるじゃん、こうキジアタが。それが分かっただけでも嬉しいね、こういうのはね。あの卵化じゃなくても未実績の場所でこう結果が出るっていうのはね、本当に嬉しい。卵化はね、あのもう本当にタイミングと出会いだし、その釣りに来た全体のロケーションの中のどこに一番でかいやつをつくかっていうのがね、どうしても魚の場合あるので、それ見つけるまではね、なかなか入っていきなりにはいかんから、何回か通ってるうちとかの話なので、とりあえず35オーバーから40ぐらいのが2人ともコンスタントに釣れてるので、かなりいいです。あ、根掛かり。これを外した後釣るんだけど、これがっつり噛んじゃったかな。この地合いでこういうことになっちゃいかんじゃないの。いやー、切れる寸前でキープする。あー、これダメか。これは懐まで入っちゃった感じがあるね、フックが。フックが伸びるか、ラインが切れるか。ああ、これはかなりやばい。切れそう。ああ、これは無理だな、伸びないね。フックポイントが何かにこう乗っかってるだけだったら開いてくれるんだけど、懐までこう刺され込んでたらね、さすがに伸びたい。伸びただろう。見たい、皆さん。魚釣るのもね、釣り方も大事だけど、こういうのもすっごい大事だからね。ね、粘ってみるもんでしょ。テンションかけて、この 08PE にリーダーが3号が切れる寸前まで圧力かけてじーっと待つの。ほら、すんごい大事よ、こういうこと。
はい。で、見事にまだ一個も切れてません。全部回収してます。サンキュー。今日は釣りできると思ってなかったでしょ、はい、釣り道具持ってきてないですからね優しい釣りたいもんね。そうっすね、これはもう、はい、皆さんに見てほしい映像は撮ってもらえたんで、はい、もういいかなってあの残り少ない釣り運をちょぼちょぼ使っていこうって感じ、はい、あの欲がね徐々に、はい、魚釣り欲がね、はい、徐々に薄くなって面白いことがしたああ何色つけた？グリパンチャードです。大好きな熱くん大好きから。そうですね、グリパンチャード。これでいいよねこの色。そうですね、うん、さあやってみます。とりあえず45センチとりあえずそれが済んだらどうする。そうですね、どっちでやろうかな。じゃあこっちでやります。よし、まあ、軽く向かい風なんでちょっと強めに投げて、うん、あロープが、あロープが、ロープがあーやってしまった堤防来た時はね、投げる前に改めて上後ろ電線やなんかやないかチェック。前後左右上下見ないとダメだよ。やばいこれ、どうしよう。タモで、タモに引っ掛けてルアーを、タモに引っ掛けて、いけるかな。ああ、いける。どっから行った？どっから行った？いきなり。どっから。いやー、この前もやったんですよ、俺。ダメよ。やばいっすね。全く当たらないです。あの一瞬だけだったな。一瞬だけです。分かれて釣ってたのに両方がね。そうそうそう。同じタイミングで食って。あれ地合いだったんだ。あれが地合です。また当分釣れないよまああとは若い2人で頑張ってください。あ、帰りますか。カラータイマーが肉体じゃなくて精神的にもういいかみたいな。さすがやっぱりあのミドルゲームの釣り方とは全然違う。下がこうバースになったわけですね。うん、中に入ったんじゃないかなと思って。そう、ね、潮が当たらんと入れられんけですね。あるよね、動かして出てこんかなと思って。風が強すぎてさ、ラインスラックがめちゃくちゃ出とんよね。そんな深くなさそうよ。そのどっかを探すよりね、ちょ初場所やっけさ、手堅く分かりやすいところで、そう漁港周りの湾内と堤防先端の敷石、テトラがあればテトラ、そして今日はマジで当たらない。ショートバイト続き。なんだな、すぐ話すんかな。なんかね、意外とねこう今日は山口県の瀬戸内に来とんやけどね、その広島とかあっち方面はよく分からんけど、山口県瀬戸内はやっぱ結構湾内でね、ですねですね、でかいの出るし数も出たりするし、そういうのがあるけ、意外と外に投げるよりかは湾内狙った方がいい、
効率的やね。お、まあまあいいよ。無理しちゃいけんよ。40はいったんやない？胴上げを。よっ、よし、よっ、来た、来たばい、来たばい。40ジャストぐらい、ようやくやね。太鼓よくね、すごい。43ぐらいあるかもしれんね。あ、いいとこ買ったんやけどね、おらんかったんかな。やっぱ物の中じゃちょっとあれやね、サーシャとかテールマックあたりの方がいいね。3パッチぐらい。あ、物の中入った。ちょっくら行ってくるわ。潜った。いや、この足元の下に入った。3パッチないか。いいジラクラよ。やっぱおるっすね。おるね。ワーム変えたら。すげえです。あ、さっき聞いてきた子？そう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 。よかったよかった。よかったよ。ジラクローの年見れましたね。去年の動画でね、あれだったもんね。ちょっと微妙だったもんね。いけ、結構もさもさやね、ここですね。手前まで結構、手前がそこが、ね、うん、そこがえげつねえわ。でも結局さ、うん、壁の辺投げてもさ、あっちの壁の辺で食わんで、結局真ん中で食っちゃうね。あ、ちょっと落ち込んでるんですか。ん、地形的には、うん、真ん中の方が、うん、そこに溜まってたんですかね。かね。この堤防の周りずっと多分その地形なんですよ。ちっちゃい、これ32かもしれない。突っ込み出した。嘘やろ、海藻に突っ込んだやん。参考になったかね。はい、あ、頭でかくない、こいつ。え、聞け聞けや。いやいや、あ、へこんどんか。あ、そういうことね。すごい、これかわいそうに。早く逃がしてあげよう。おい、おい、カートのちょっとでかいのって。釣ったらお前も寝ようや。もう寝といてんのすか。うん、釣りしちゃいけんのすか。いきなりレオンさんが起きてさ、はい、変な行動したちゃう。一番怖いの俺やん。それが一番怖い。生身の人間が一番怖いやんけ。うん、ジャニーズみたいになりたくないけ。レオンさん、そんなん分からんやん。絶対そういう人じゃないのは。うん、もう俺の携帯の充電何パーなん。 10% です。 10%。 1匹釣るまでギリギリ持つ。持つ、普通に持つ。持つ、持っちゃうの。行くよ。
ほな。お。でもさっきのさ、ここで釣ったやつメスばっかりやったやん。多いっすね。ね。どこかにオスがおるはずなんよ。ここですよーって待っとはずなんよ。待っとるか、もう終えたとか。GoPro あと40。 iPhone と一緒ぐらい。泳いでまーす。あ、また食い直せ。めっちゃショートバイクなしで。送られてきた。誰から？分からん。あ、どうしよう。あと送ってんの誰だ？弱点みたいなやつ。ウィー。もう一匹釣ろうかな。人参もなんかちょっと夏到来しようか。せめて45以上欲しいね。よく言えば58やね。なんで笑った？なんで笑った？これカサゴ？久々のカサゴなんじゃない？これ。もしかして？ほら、2匹目のカサゴが釣れた。レア。テールマカタンちょっとなんかちょっと止めとってのが食うな。うん、ちょっとこうアクションしたあとさ、こうタンって止めとってのそう。ああ、ここもよくね。あっち行こう。やりますか。あっち行くのいいけど、お前サオねえやん。さっき取れよかったね。